こんにちは、あちゃんです。はい、ということで今日は推しに会いに行こう。はい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 、今日は推しに会うんですよ。なんとなんと、なので推しに会いに行く日の Get Ready With Me をやります。もうお風呂に入ってメイクをするんです、これから。まあ、推しって誰って感じだと思うんだけど、今日会う推しは YouTuber のきぬちゃんです。はい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 、きぬちゃんが好きっていう動画で言うの初めてだと思うんだけど、前にもきぬちゃんのお洋服のブランドのポップアップに1回行ったことがあって、今回はきぬちゃんに会うのは2回目です。本当に可愛いんです。なんかもともと好きになったきっかけは、中学校からの仲いいお友達がね、中学校の時からきぬちゃんのことを可愛い可愛いって言ってて、見てって言われてたの、ずっときぬちゃんのこと見てってその子にずっと言われてて、そうで高校生ぐらいになってきぬちゃんのことを見始めて、でどん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 可愛いってもう見てるうちにね、可愛いってなってったんですよ。でその友達と今日のきぬちゃんの動画見たみたいな感じで話すようになって、あんまりね推しとかできないのよ。あんま本当に推しなんかこの人めっちゃ好きみたいなのがあんまなくて、こんな会いに行ったりする推しは唯一っていうぐらいの推しなんですよ。本当に可愛くて可愛くて、今日は会うの2回目なんです。なんか1回目会った時は本当に緊張したの。もう緊張しすぎて上がっちゃって、もう滝汗かいてたぐらい緊張してたんだけど、今日はちゃんとお話ししたい、きぬちゃんとお話ししたいんですよ。なので緊張して喋れなくなるみたいなことがないようにしたいですね。今日はきぬちゃんに会うからメイクも可愛くして気合い入れていこうと思って、動画撮ろうと思って撮ってます。中学とか高校の時はさ、 YouTube で結構さメイクし始めの時だから、なんかそのメイクが上手な YouTuber さんを見て練習してたのよ。そうだからきぬちゃんとか、あとふくれなちゃんとかめっちゃ見てて、それでメイクをめっちゃ勉強してましたね。きぬちゃんに会いに行くから秋メイクした。秋メイクしてます。ちょっとやっぱり季節をちゃんとあれしてる子なんだなって思われたい。推しに会う、マジ楽しみなんだけど、やばい、どうしよう、本当にもうちょっと痩せてればよかった。ねえちょっと待って、今日のメイクめちゃくちゃ可愛いんだけど、見える？やばくない？今日めっちゃメイクうまくいったんだけど、やばい、きぬちゃんに会うからだ、楽しみ。ちょっと髪の毛やってきますね。はい、完成。今日はこれで行ってきます。ということで最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ。はい、今回も滝汗かきながら半泣きできぬちゃんに会いました。マジで可愛かったです。本当に幸せな一日でした。バイバーイ。